韓国国立中央図書館は、大韓民国の国立図書館である。ソウル市随総区場村道に所在する。デジタル図書館、メインフロア現在の図書館遠隔では1945年10月15日を、その起点としているが、朝鮮総督府図書館の増書を継承している。2008年8月末現在、収蔵資料は、約690万点。 韓国最大規模の図書館である。古文献や、修士以上の学理論文、また特殊資料として、北朝鮮で発行された文献も収蔵されている。収蔵資料のうち、初期の金属活字で印刷された17資産古今、通用が国宝第148号に指定されている。このか文化財指定されているものとして、尺仏まびらか武士、東違館などの書籍、 朝露通商条約、朝英通商条約などの外交文書がある。行政組織上は文化体育観光部に所属している。韓国における ISBN 移春の管理を行い、秘書教育機関を付設している。文館として、江南区駅三道に国立子ども青少年図書館がある。また、本館に隣接した国立デジタル図書館が2009年9月に開館し、建物は 地上5階、地下3階からなり、延べ床面積は38,014平方メートルである。地上7階、地下1階建ての本館、地上2階、地下1階の市書研修館、地上2階、地下4階の資料保存館がある。また、北朝鮮関連の資料を集めた北朝鮮資料センターが、本館5階にあり、約9万4000件の書籍や定期観光物、 視聴覚資料を保有している。ありがとうございます。